はい、オバンドス始まりました、人世代ラジオしもっちのやってらんねえぜ。今回は5月号ですね、第11回になります。もう来月で丸々1年経とうとしているラジオですね。前回はちょっとね長すぎたので、今回はもうパパッといこうと思います。まずは、プログラムからですね。今回はですね、チェアーズの最新情報と、新小岩の最新情報で、CM を挟んで投稿コーナーですね。今回はもう本当サクサクと、情報量もそんなないので、やっていこうかなと思います。タイトルコールですね、行ってみたいと思います。次世代ラジオしもっちのやってらんねえぜ。ということで、まずはチェアーズ情報ですね。まずは、動画を、5月に2つ、YouTube で配信してます。1つは、2匹のおっさん、これはまあ僕ともう1人菅さんっていうおじさんと2人で、ダラダラと新小岩についてこう話してるんですけれども、今回は、僕が葛飾区長になったらという、お話をしています。こう僕が葛飾区長になっていろんな戦略を立てて新小岩を盛り上げるにはどうするか、1話だいたい3分ぐらいですね。計10話、長い。まあでも時間のある方は、ご覧になってください。もう一つですね、これも、YouTube で配信しているバーチェアーズのチャンネルのサブチャンを作りました。これはですね、バーチェアーズの本当のチャンネルは新小岩に特化したチャンネルですね。で今回作ったサブチャンネルの方は基本的にはもうお客さんの持ち込み企画、お客さんが作っていく YouTube 配信動画になりますね。はい、タイトルはバーチェアーズの勝手口っていうようなタイトルです。で企画するお客さんによってね、その次の見出しが変わるんですけれども、今回はですね、バーチェアーズの勝手口、トムの大して変わんねえよっていう題でですね、動画を配信してます。一つは、素人とプロ、カクテルの差は本当にあるのかっていう検証、もう一つはケーキを美味しく作れる女は果たして料理もうまいのかっていう、検証といいますか料理対決ですね。この2つが、今配信してますので、お時間のある方ぜひぜひ。あともう一つですね、バーチェアーズのいつから営業するんだと、これはですねいろいろありましたけれども、現在、5月の28日木曜日なんですね。これが配信される頃にはもうずっと先になってるかもしれない、6月にね入ってる可能性もありますけど、チェアーズの営業は5月29日金曜日から営業を再開したいと思っております。
いろいろ、あるんですよ。そのね、とは休業要請中じゃないかとか、ステップ3なのにバーはねステップ3なんですけど、じゃあなんで今やるんだと、まあ、いろんな疑問が質問があるかとは思いますけども、それは全部僕の、Facebook とかインスタとか、そういったものに、アップしてるんで、その経緯を知りたい方は、ご覧になってください。動画の備考欄といいますか、そこに、インスタ、Facebook の、URL を貼っておきますので、よろしくお願いします。これで、チェアーズの最新情報は終わりですね。はい。続きまして、新小岩情報。これもね、まあこういうご時世なので、なかなか情報としては薄いんですけれども、とりあえず、紹介できるところだけ。はい。まずは、まあ前回も言いました、バナナ専門店。これが6月1日にオープンです。結構インスタとかもやってまして、反響もあるみたいなので、最初はこうお客さんがどっと来るんじゃないかなと思います。続きまして、とんかつ竹屋さんの跡地に居酒屋が、できましたね。もうね、4月後半にはもう出来上がっていたらしいみたいなんですけど、こういう状況だったので、ようやく最近オープンという形で、名前はロンタンっていうお店なのかな、まあ実際行きました。美味しかったです。何が違うかなと思ったんですけども、割と普通にある居酒屋メニューではあまりなかったですね。ちょっと変わったメニューが多かったな。あとはちょっと小綺麗な感じの居酒屋さん、まあ行ってみないとね感覚はつかめないかもしれないですけれど、味はね美味しかったですね。有頭エビのお刺身とか、タンの煮込みとか、何品かあったんですけど、どれも美味しかったです。おすすめです。はい、あとは北口に6月1日より銀だこ酒場がオープンしました。南口昔銀だこはあったんですけどね、今ないですけど、今度は北口に銀だこ酒場ができるみたいですね。こういうチラシもありますけれども、そうですね、こうオープン記念みたいな感じでこうクーポン券がねいろいろ貼ってありますね。このチケットがあると大体、たこ焼き8個入り50円引きとか、こう何ちゃらが50円引きとか、お得な割引券もついてるんで、どっかで、ね、調達できればいいんじゃないかなと思います。ただこれちょっと時間がね載ってないので、そこは改めて確認しますし、ちょっと確認して皆さんいただければ、銀だこ酒場6月1日オープンでした。まあざっと情報で言うとこんな感じです。とりあえず CM 行きましょう。その後に都高校なんですね。それでは CM どうぞ。この時間が大好き。私だけの時間、私の時間からみんなの時間へ、カフェライク。
はい、それでは投稿コーナー行きましょう。今月の投稿のお題なんですけれども、2020年後半今年中にやっておきたいことはということで、皆さんに、応募を募った結果、お便りを、ね、いただきましたので、やっていこうかなと思います。それでは行きましょう。一人目の投稿者、マッキーです。はい。自粛中に超えた分を減らす、ダイエットってことですね。さすがにそうですね。皆さんもそうなんじゃないですかね。なかなか外出れないんで、ダイエットしなきゃなと多分皆さん思ってますよね。この時期にげっそり痩せるってなかなかねないですからね。いいと思いますよね。はい、次行きましょう。ペンネーム、ナファモスタッポ。はい、こちらも、同じですね、ダイエット。こちら男性なんですけども、 BMI25 未満に今年中になりますということですね。続きまして、ペンネーム、ペンネームじゃないですね、チキチキの鈴木さんです。YouTube をやりたい、あと、ゴルフで100切りたい、そして希望5歳若返る、この3つですね。はい、鈴木さんはね、毎回毎回あの動画なんかをこう提供してもらいまして、あのすごくね明るい方ですし、こう目鼻立ちもはっきりしてるんで、 YouTube 映えするんじゃないでしょうかね。ね、ああいう楽しい方たちの動画は YouTube で見てみたいですね。はい、ゴルフ100切りたい。僕も昔ゴルフやってましたね。つってももう25、6年前ですけどね。はい、僕でその当時僕で最高101でしたね。もうそれ以来やってませんけどね。あとはね、アンチエイジング5歳若返る、若返りたい。さあ次行きましょう。次は、須田さん。はい、カブの日帰りツーリング、温泉&グルメ。はい、あとは夏の都知事選に、向けてってことですかね。葛飾区知事を目指す下地を立候補させる。はい、まず株の話からしましょう。最近菅さんはバイクね、株を買ったらしいですけどね。結構ね、株ってかっこいいんですよね。僕も買いたかった株があったんですけど、やっぱね、ちょっと値段の都合がつかえず断念しましたけど、次僕株買ってみたいなと本当に思ってます。はい、温泉&グルメね、いいですよね。まあ秋にチェアーズ旅行は予定で立山に行こうかなと思ってるんで、まあその時はみんなバスでね、貸し切りバスで行くんですけど、菅さんはその後ろをカブで追っかけてきてもらえてもね、いいかなと思います。あとこの夏の都知事選に向けて葛飾都知事を目指す下地を立候補させるっていうのは、まあさっき言ったYouTube で配信してる2匹のおっさんっていうね動画で、僕が葛飾都知事になったらというこういうことしますよっていうお話をしたんで、まあそれにあやかってっていうところでしょうね。ちょっと動画ぜひ見てきてもらえればなと思います。次行きましょう。はい、ペンネームジミー。はい、
30キロ以上のマグロを釣る、ね、もう一つ80センチ以上のヒラメを釣る、はい、そして3つ目130センチ以上のタチウオを釣る、ね、本当ジミーはね釣り大好き。なんならあのチェアーズのイベントを蹴ってでも釣りに行きますからね。まあでも釣るとお裾分けがもらえるのでぜひ釣ってきてもらいたいと思います。続きましていきましょう。アズヘア三吉さんですね。ヘアカラー技術のディプロマを取得する。まあ、ちょっと難しい名前なんでわかんないんですけど、きっとね、ヘアカラーのなんか免許みたいなのがあるんですよね。でもあれですよね、こういくつになってもそういう挑戦っていうのはすごく自分を、さっき言ったそのアンチエイジングじゃないですけど、挑戦ってやっぱり若返りの秘訣の一つなんじゃないかなと思っているので、僕もいろんなものに挑戦してこれからも行こうなと思います。で、三吉さんも、三吉さんはカットもうまいしカラーもうまいんで、そのまたそのさらに上高みを目指すっていうのね、もう本当尊敬しますね。でもそろそろ髪の毛すんげー伸びたんで、切りに行きます。はい、さあ続きまして、ホーリーですね。ホーリーはね4つもやりたいことありますね。順に行きましょう。1つ目が収入を増やす、2つ目が自分の生まれ年のウイスキーを購入する、はい、次、3つ目が、納得する肉体作り、ほう、そして4つ目がフィギュア購入ね。やることいっぱいあっていいな、まあ、どれもね叶えようと思ったら頑張れば手の届く叶えられるところに目標を置いてるので、目標がねいい感じで手に届きそうなところにあると達成しやすいですよね。もうぜひぜひ達成してほしいと思います。あと最後ですね、いつも投稿ありがとうございます、ポッチ。もらう10万円をきっちり使う、貯金なんかするかと、ね、もう一つは身長を1センチ伸ばす、この2つですね。まあね、10万円の使い道はみんなそれぞれなんで、ね、なんかそうですね、できれば貯金はせずにこう経済を回してもらいたいなと思っておりますね、個人的に。あと身長をね1センチ伸ばす、これもねまあ年もねありますんで、おすすめはもう骨延長手術しかないですよね。もう今更牛乳飲んでも1センチは伸びないんで。でね、ちょっとね骨延長手術気になったんでチラッと調べたら、なんかね1日に1ミリずつ伸ばしていくらしいですね。ってことは1センチ伸ばすってことは10日で1センチに到達すると、ね、でもなんかその1回の手術で普通は5センチから10センチまでいけるって、Google が言ってました。でお値段ですよね、骨延長手術1回にかかるお値段が、まあ、大体なんですけど1000万、ね、
ね、給付金10万円使い道が決まりましたね。このもらった10万円を頭金に骨延長手術してみてはいかがでしょうか。はい、今回の投稿コーナーは以上です。一旦 CM かな。孫ことなく新まんま東京ディズニーランドって言うのじゃん。そう。違う。葛飾ディズニーランド。まずそこから。そう。葛飾。そう。葛飾ディズニーランド。葛飾都になるんだから。そこはそう。葛飾ディズニーランド。だから東京都もいずれ葛飾都になるわけだから。いや別にたまたまだからそこ俺の真似してるもしかして。ふざけんなよ。で私の鶏肉を先に入れます。卵を研ぎ忘れてるよ。いいよ。いいの。はい、それではエンディングですね。はい、オープニングでも言いましたけれども、5月号今回で11回目でした。来月はとうとう12回目ですので、ラジオ1周年になりますね。できればそのゲストも呼んで、海ちゃんもいて、こう賑やかにやりたいところなんですけれど、まあ、こればっかりはね、どうなるか分かりませんので、まあ今回はね、サクッと、ほんとサクッと終わってると思います。視聴回数も僕一人になりまして、格段に、下がってます。しょうがない、はい、なので、いずれ協力助っ人も考えていますので、皆さんどうにかこうにか見てやってください。というわけで、今回の次世代ラジオしもっちのやってらんねーぜを終わります。さようなら。